とちゃんルームからご挨拶ですこんばんはですありがとうございます体調体調は全然大丈夫です体調大丈夫わーいこんにちは忙しくしておりますよお疲れ様ですちょっと聞いてくださいよ ビファーレ長崎ちょっと今年つ,きつ,い,ついてるんです本当運が良すぎる <laughs> 運というかまあでも運もある,あるんですよ絶対ていうかついてる本当にあんな最後の最後に5違ういやいやいや残り本当ワンプレーで追いつきましたね負けなし何試合連続なんやろ本当にもうなんか気持ちで押し込んだみたいな 気持ちで同店に行ったというかすごかったなぁほんとすごいなんかほんと波に乗ってるっていう感じですよね乗ってますねありがとうメリントさんカルカルさん大粒ちゃんありがとうございますアイスクリームをいただきました大好きさん、ま、もありがとうアイスありがとうございますたくさん おみちゃんにご挨拶ですっておみちゃんルームの皆さんもこんにちは。でキュンよね全然。確かに <laughs> ちょっと長かったよね。ねえ長かったよねだってあれおかしいもんね7分では7分えあ7分だったよねで8分でゴールになってたほうの <laughs> 記録のやつを さんもありがとうございます。にやかさぽさんもありがとう。アイスクリーム、アイスクリーム。いっぱいだ、アイス。おびとさんもありがとう。あらあ、ご挨拶大好き。ありがとうございます。<laughs> こんばんにゃー。はじめましてー。ねえ、暑くなってきた。もう嫌になっちゃうね。暑かいよ、ほんと。マリノスの選手です。<laughs> 長崎はいやいや周囲やってえ周囲じゃないのえっ周囲でしょ周囲でしょ,え周囲でしょあそうか9分かいやでもなんか興奮強かったほんと強すぎやんこんばんは私長崎結構アディショナルタイムにあそうや清水そうだ 私見てないんやけどおうちんが言ってたわそういえばさっき言ってたわなんかおうちんがずっと取りにいたねこんばんは今日仕事で日中の気がしない私もさ今日お仕事やったんやけど昨日も今日もだったんやけど明日かさあの祝日って知らんかった 知ってたみんな明日祝日だって明日あれだって山の日やか海の日やか川の日やかなんだか知らんけど明日はなんか祝日らしいあアさんありがとうバイアイスクリームたくさんありがとうございます何これアイスのイベントやってるのかな何これ来たアイス来たよありがとうピザさん アイスクリームありがとうございます。なんか、アイスクリームの玉手箱みたいなのが来ましたね。ありがとうございます。え、それ楽しいいとしさんありがとう。きどちさんありがとう。明日は、明日は、明日は何もない。明日は何もないかな。えー、これではい。 ルァンと天皇杯頑張りますって <laughs> 頑。頑張りましょう。天皇杯、うちらも次ね。マリノスなんですよ。マリノスのユニフォーム着てるけども、私。マリノスなんですよ。こ <laughs> ん,んばんは。知らんかった。明休,休みとか祝日なんて。明日も仕事ですって。頑張って。あ、外れやったの、ピゾさん、これ。 ありがとうアイスクリームえ車も人も多くてびっくりよ本当にね天気悪いそうなの伊都市さんありがとう今日こそは服着てるでしょえ今日は着とる場合今日はどっちも着とる上も下もこんばんは エッセマリノスえそ,そりゃそうよ <laughs> そりゃそう明日誕生日えっさっきソラノンのストーリー見て思い出したよ私 <laughs> えらいやろ勝ったよえ勝った勝ってないわ引き分けよ長崎えどこが勝った決めらないフリーキックは要注意ってめハンガーの時におやめみがな え、右肩、これ何これ違う違う多分写真撮った時にクイッて上がっただけですよ <laughs> こんばんはスタンドイッチさんありがとう100回目あそうな反対側におるんかトーナメントえー、好き <laughs> 今日もファイトいない中今日は違う上も下も ととさちちゃゃんん今日は来てますちゃんと幸せもう顔出したいんやけどさもうほんとちょっと私のあのまあかメイクしてるんですよね普通にメイクしてるし結構バッチリなんだけどちょっとね環境がねちょっとねもうちょっと待っててもうちょっと待ってて。引っ越ししたしてる引っ越しししたてる 引っ越ししてるっていうかまぁ、あ、そうですねちょっと今ちょっとちょっとお家にいない <laughs> お家にいなくてそう引っ越しがちょっとね引っ越し中なんですよとりあえず <laughs> おみずき大好きありがとうございます今日もめっちゃ眠いなんか最近ほんと眠たくて 眠たくくてて忙しくて大変です、まあまそんな忙しくないかな、まあ、忙しくないって言ってもまあ楽しいですほんと外泊そうだよ外泊だよ東京出ていくのかどうかな夜逃げ頑張ってくださいね夜逃かいちゃんとあの管理人さん大家さんっていうととに言ったよちゃんと夜逃げしとらんしちゃんと 医薬金とか払ったし解薬金か <laughs> 解薬金も払わんといけんけんね大変倍いずっとももはかいえよかね桃ももなんて食べたい私もうわ桃もも食べたいめっちゃ食べたい桃ももんかスイカとかメロンとかよりも桃もも食べたいっちゃけど桃ってめっちゃ美味しいですよねでもなんか食べるのめんどくさいですよね切るの。 いただきますようにもうちょっとかなーまだいやもういい片たづくかな今月来月再来月支えられ月ぐらいまで忙しそう。こんばんは。はい、こちらの部屋もあるところでお願いします。<laughs> シェアハウスするモンフラペチーノバナナ。なんそれなんでそ,そんなんあるえ、今のスタバそれが新作なのモモシャーベット。え、マジであれ美味しくて、モモシゃーベット。あれめっちゃ美味しい、本当に。 めっちゃ美味しくてびっくりしたもは皮むいてガむいてえ皮むくの皮むくのがねあれめんどくさいっちゃってうんって言ってる水分補給ああ え、ね、今日も全然水飲んでないわ500リットルの半分しか飲んでないけん250ってこと全然飲んでないやん桃に似てるもんねそうだよ隠れ桃も尻もだよ水分補給しましたみんなの最近のなんかありますか面白い話え二250リットルミリリットルか チリンチリアイス食べたいね。チリンチリンアイスも今年あ、もうおるっちゃない長崎あるきょったら。ラブピースフラペチーノってえ、そんなんある今うそ <laughs> やる絶対。ほんとかい小人図鑑あ。小人図鑑か、桃尻は。なんももんないって、マジえー、なんももんないと私ね、めっちゃおもい,いっちゃけど、桃尻だよ。 めっちゃ面白いよ毎日本当に楽しいけどまだまだもうちょっとしたらみんなにお話しする <laughs> っていうのと忙しくてなんか疲れちゃう引っ越しって大変やしね引っ,越し以外引っ越ししつつお仕事もしつつ大変ですよ。ねえあの西野かなさんのお話したっけ 私西野カナさん大ファンなんですねでずーっと西野カナのライブに行きたいとか言ってたの高校生の時ねマジでうれしくて活動再開活動再開っていうとめっちゃうれしくてユーカリンと舞い上がった2人でいつもカラオケで歌ってるもん西野カナさん待ってますって待っててね震えてる <laughs> 会いたくてね 西山さんで一番好きな曲はねうんとうんとねグロ,グローリーグローリーデイズみたいなグローリーグローリーライフみたいな歌 <laughs> グローリーデイズみたいなグローリーデイズかな <laughs> みたいなやつとあラッキーも好きラッキーも好きでででででん,でん ででレンみたいなやつも好きだなあとはあハッピーハッピーも好きハッピーハッピーも好きやろあとは25みたいな歌も好き25みたいな,たいな歌も好き適当だったスキンケアだってみたいなタララタラタラ25 25やったっけこれで24とかやったらおもろい。24とかやったら25だね多分。めっちゃ好きだろうじゃあ <laughs> え、好きよ好きよグロリーデイズかな違う。グロリーデイズかなじゃあ歌ってみせる。歌ってみせるえっとね、歌はわかるけど、わかるけど、ケロわかるけど、代名詞らんあんまり。なんだっけ 「今風に抱かれ」「君のもとへ吹いていけたらいいのにね」「名前をつぶやいた」「たいな歌」高校生の時いやじゃ中学生の時めっちゃ聴きよったもんお母さんとなんでか知らんけど毎朝ナンバーワンね ラリ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 ラ,リラみたいなやつだよね。ラリララナンバーワンナンバーワン。か違う違う。なんか違う。なんか忘れちゃった。そ、う震えないし。震えないっしょ。ともさんありがとう。アイスクリーム。アイスクリーム。あ、いっぱいありがとうございます。とかの色でいいやね。わかってよ。あ、上手っておいられたよと。そんな早くないよ。そんな早くない。 早くないけどカートいつも学校行く時とか聞いてたこれが好きすぎて涙色の西のろからから押し編するところで取説のにしろから好きすぎ涙色のにしろら押し編するところでしちゃってそういうこと取説取説はえー、っとこれからもどうぞよろしくねですね涙色は涙色 二人のこと思えばまたですねほら歌えたでしょ西野カナさんの歌う曲名言ったら大体歌える説あるお水ずきタリタリラリラは言わないえ何それタリラリラって知らない <laughs> あううビジュアル好きいや本当西,西野西野カナさんあの可愛いんだよね。 世界一の笑顔で君っ君の誰だっけ世界一の笑顔でずっと君のままでいてですねこんばんは取り捨てたでかなって人もかわいいんそれ誰だよ誰なんだよそれえいき保証のお水着だからですねはいお水着えい保証 こんばんは。西川カナさんのライブ、初ライブっていうかさ、あの初あの活動再開初のライブはいつなんやろうね。12月とかなんか言ってなかった？横浜アリーナとか言ってないっけ？日産スタジアムとか言ってない？言ってないか？<laughs> えー？言ってない？行きたい行きたいよ。私コンサートさ、あちこちで聞いて聞いて。私こナエださ適当にさ配信し しした私が消した私消のか <laughs> なんかねあのこの間適当に私に「もう引っ越し嫌だよ嫌だよ」だよとかいうね配信をしてたんですねラジオ配信を、ね。ふざけた「引っ越し嫌だ嫌だ」とかいう配信をちょ,っとあ、まあ、ちょっと聞かれてたみたいで恥ずかしかったですこの間この間あの「ショールーム聞いてました」でもお仕事というかもうお仕事でね。 はじめましての方にショールーム聞かれてたみたいで超恥ずかしかった。えけん真剣に喋ろうろ。もうふざけた配信やめよう。うこの間やばかったよね、私。いい子じやだよーとか言ってさ。めっちゃアホみたいなこと言ってたわ。ちゃんと喋ろうろ、今日は。コンサートにコンサート。いつは、え、まじわた私いつもあんな感じいやだもん。マジか。 ショック <laughs> ショックショックちゃんと線でいいとえこのままでいいとまあ確かにねなんかさでも初めましての人にはさ初めましてのさあのあればするやんかあればなんか対応するじゃないですか。 今はさこの配信はもうさ何も考えずにさボケで配信してますけど初はじめまして」の皆さんにはさ「あはじめまして尾上みずきですよろしくお願いします」ってこうちゃんとさなんか「よろしくお願いします」ってこうちゃんと言うじゃんそのそのテンションで「あこの間ショールーム見ました」 言われた瞬間のこれいややべえみたいなの本当焦りやばいですよ。<laughs> 見られてるみたいなあのショー,ルームを聞いたのか今のよそよそしい挨拶恥ずかしいやないかみたいな気持ちになってくるんですよ。わかるわ <laughs> かるこれわかるなんかさ最初のさ ネコかぶっとるやんこの人って思われてそうやんね恥ずかしいけん見らんでって思ったけどまあ嬉しいです見てくださってえ <laughs> 思っとる思っるえどんなやったっけ始めましたよオンラインお話し会オンラインお話会えどんなやったっけ最初オンラインお話し会やりたいな久しぶり 来ましたこんんー。こんばんは。こんばんはこんばんは。最近面白いニュースニュースとかある？なんか？おみずきの最近の面白いニュースはー、えーとニキビが治りました。まあでもないね。待 <laughs>、まあ、って。うん。 面白い <laughs> めちゃくちゃ失礼やんそんな指さしてきては <laughs> じめましては、ね、じめましてなんか言われた気がするえマジはじめましてなんか言われた気がするなんか言われた気がするえマジ言ったっけおおおすぎて忘れちゃったこんばんはこんばんは大昔たい。 え,えマジニュース最高やんそのニュース ATM で1万円引き出したら早速診察でしたってやだーすごーい診察ゲットした人がここにいますすごいですすごい。えー、写真送ってて <laughs> そんな別にいつか私ももらえるか診察えいいなすごい私も早く診察みたいな大たこう 買い占めに来ましたら、ね、ごええー、あったの。いつなくなるって言ってたっけ、もうなくなったのかな。日本がおごら、お金、え。仕事で診察二千円札触りましたって。ええー、二千円札。見てないよね。ね、ね、そういえばさ、引っ越し、お引っ越しのお話していいですか。お引っ越しのさ。話なんですけど。まあ。 今詳しく言っていいか詳しく言っちゃダメか分からんかったけどあまだついちゃったうんねあのユニホーム可愛かったですってえ嬉しいありがとうございますえ見てくれたのかなツイッターインスタグラムわありがとうございます嬉しいなインスタかなツイッターツイッターか多分ちいこさんやありがとうございますってことは卒おみずき採用されてほしいよな 何何何何そうだよねマジでお水着採用してくれんかな令和平成平成で一番変な人でしたっていすればいいのか、えー、ちょっと見せてよ写真送ってよ <laughs> まだ出会ってないよね早かね両段さん、えー、それでね引っ越ししたっちゃまたあいや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 ,いや,いや,いや引っ越ししてるんですけどね私はね今ね 引っ越しの相場を知らんとよ私は引っ越しの相んか相場引っ越しの相場引っ越し費用の相場みんなど,どれぐらいですかひ費用してるっていやまあ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 終わったような気もせんこともないしやってるっていうわけでもないしでもちょっと私は今まあ一度まあまあまあそうそうそうちょっと静かにして。<laughs> そばとか食べるん年越す時しか食べんやろんかさんありがとうアイスクリームそう引っ越しのあの皆、ー、さんどれぐらい相場どれぐらいですかお引っ越しまあどっからどこっていうのもあると思うんやけどちょっとそこは秘密として一人暮らしで大体どれぐらいでしょうっていう。 手伝うかって手伝ってよもう大変だったよ8番八万かく児そば知らんえ知らんそば食べんばい部屋は 111k かな私 1k だった 1k 会社も自粛してめっちゃいいじゃんすかさかさからスカイツリーでご飯にしたって えー、8万ぐらいか私の引っ越し費用は何と言っていいですか言わ,言わんでいいか別にい,、ね、いやいや言言言ここまで言ったら言わんでいけんよね絶対5万か10万どれかじゃないのえじゃあ、あのー、大体言うよ大体をめちゃくちゃアバウトに言うと 15万以上高すぎ高すぎぎ高くんです15万以上ですお兄ちゃんなのにワンキアイがえー、なんで意外いや一人暮らしやししかも私ほぼいなかったしね東京 <laughs> 長崎帰ってばっかで普通に3分の1ぐらいはいなかった気がするえめちゃくちゃびっくりしただからさ騙されてるんじゃないって 持ってきちゃった。ええー、安くない。高すぎた、びっくりした。その高いんだ、引っ越し、そ相場知らんかったけん。あ、そんなもんなんやーと思っとったら。なんかみんなに聞いたら、え、高くねえ、みたいな言われちゃって、え高いんだって。そんな稼いがでう、ね、引っ越しの話ね。はい。えおにまあ、距離はあれだけど、荷物は。 ダンボール何個かベッドとかソファーとかもう全く移動し,してないけんシベリアもうすいません皆さん私は海外にとか言って言わんやろ海外行かんやろ水木社会じゃない秘密どこかは騙されてるで嫌だー水木の時期んでよ <laughs> 時期でかわあそうなんだ そう見積もりね見積もりやっぱ千0やったとかそうなのよねちょっと9やったけもう私も結構投げやりというかさ <laughs> 一応調べたって安いって書いとったけんさいいここ結構なんかみんなみんなみんながみんな安いって書いとったけんここにしようかなーって思ったけど。 上がったんかなあ,あそうなんだ三社ぐらいせんといけんのか二つへえ時間はかたどりそうだねもうそうですよねそれでっかい株買いたごやすそうだよねそれ,それはそうだよね十六十六万値切、ね、って二十六万とかだからな ネギでもネギれるんだねびっくりしちゃった <coughs> お母さんがネギってた <laughs> もっと高かったんだよダンボール何箱ダンボール8個ぐらい急ぎめっちゃ急ぎだったそっかそっか <laughs> 自分で動かしたりは結局できんからね私はいいんですけどね 引っ越し業者さん頼んで痛いよでも引っ越しはやっぱり名古屋は遠い遠いよね名古屋私名古屋におると思,う思った <laughs> えどこにいるかなどこにいるかなお水木はどこにいるかな大好きありがとう普通にたっき火で行きそうな いけとこかでもちょっと大きめよ。結構大きめな。ダーンボール、ダーンボール、ユニホーム似合うの。ありがとうございます。ユニホーム女子です。卓球美で送ってもよかったかもしれんね。確かに。いやまあ。 ババタバタしてたのねあそうなんだ急ぎだと高くなっちゃうんだねあー困りました本当にそうそういえば昨日インスタグラムにリール載せたんで皆さん是非チェックよろしくお願いします免許あるんけあるよでもそがおっきかトラックとか運転しきらんよなんかトラックとか トラックとか <laughs> 大型車は運転生したことないできるできんできるできんトラックは運転しちゃダメなんじゃない私止めいいと目でしょダメダメでしょダメ,ダメでしょ,でしょ私だってなんか普通しなんか普通車しか持ってないよ普通のやつしか普通車 <laughs> 普通免許トラック運転していたいな おっきな2トンのオートマなディ2トンのオートマって何えマジで私2トンのトラック運転できるんだって知らんかった運転してみたい軽トラえー、軽トラ4トンぐらいいけないいけないかない,いけるゾウさん 2, 2トン2トン二匹ぐらいいけるってことかええー、みんなでればよかったのにってそこをなんとかとは <laughs> そこをなんとかとは大好きありがとうございます順中型のうん運転できるとしてもやめてもらっていいですか <laughs> 厳しいって <laughs> 厳しくない運転できるできるけどちっちゃ駄めかひののにと運転好きですよ私とっても。 運転好きですよ。あのー。結構好きです <laughs>。<laughs> 浅いこと言っちゃった。運転大好き。結構いろんなとこ。行きますよ。こんばんは。確かにね。プロに任せるかー。マニュアル。え、私はオートマチックだよ。え、オートマ、オートマ、オートマチックだよ。 おで川崎200キロ私高速やったら一番100キロしか出したことないえー、100キロしか出したことないよ怖いよ新しい免許の人は2トンダメかえー、そうなのじゃあ1トンはいいのかな運転できるでしえー、本当私運転意外とできるよもう34年目ですかね今年。 っていうかね長崎ではもうブン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 乗り回してますから車思ったより私結構運転上手よ最近たんだけど免許証見た最初のテストのテストえマジで私点数めっちゃ良かったよ確かあの免許の免許試験免許試験前の車まだまだな人大々に乗ったらめちゃくちゃ気持ち悪かった あそうなのマニュアルマニュアルマニュアルって難しいじゃないと運転するの今は慣れましたかって1トン大きい、OK、えー、マジか1トンじゃあ私引っ越しできたじゃん前かがみ戦士逆に後ろ後ろや後ろにあの偉そうに座っとるかもしれんプンって片手で運転できちゃうもんねお水着なんて嘘嘘嘘ちゃんと両手でしてます <laughs> <laughs> ちゃんとしてますよ両手で荷物積めたブレーキ効く気がなかなく難しさああそういうのもあるのねえー、あんまりおそんなないけんねおっきな車運転すること990えマジで天才じゃん天才じゃないか君は大好きありがとうマイク乗るから間に合うのえう、ー、えそうなんだ マニュアル車バイクって関係あるんやねえびさまさんありがとうこれはポン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 ポポ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 ポンデリングじゃなくてフルーツポンチだありがとうえびさまさんフルーツポンチアイスクリームセタンカさんもありがとうアイスクリーム イェーイ、フルーツポンチ。今最寄り駅だの、ね、で寝ちゃいちゃにゲームできた。お耳目を覚ます一言お願いします。うーんー、目が覚める目を覚ます一言大好きだよ。覚 <laughs> 冷めたやろ、これは、さすがに。冷めたやろ。今はバイクもオートマ増えて、え バイクにもオートマとかさマニュアルとかあるんやええー、おーおーおお起きろ起きろ <laughs> 起きてくれ大好きだよ聞かんかったわダメだったコテコテええー、市伝説なんかいいなえー、あ寝てる寝てるみんなずきも眠たいなんでこんな毎日眠たいんだろう 今日何時に起きたかって誰も聞いてなかったわそんなこと <laughs> えーっと7時8時今日はね昨日遅かったんやけんかうん十今日はね8時に起きたスクータータイプがオートマうんスクータータイプげチャリってこと やったっけあっ原付きか原付きバイクお水着大好きだよ誰も起きない起きた起きたお水木起きた夜福しさんやねえそうなんよ普段からまあ夜更かしなんやけど昨日はねお仕事遅くてめっちゃそう遅かったんやけどもう早く寝る帰ったらって思ったけどそんな簡単にね寝れなくてお水着はベッドにベッドで ドラドラして三3四時ごろ35時ごろええー、でも最近私もねなんかねよく起きるんだよねこんばんはベッドはもうあるんやうん、うん、だからまあ簡単に言うとホテル暮らしです <laughs> フシフフ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 フさフいフフ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 フも可愛いけど。 おみちゃんに会える機会ができたら絶対来てよね横 <laughs> 浜に可愛い子いっぱいいても絶対おみずきに会いに来てよねねえ絶対だよビッグス,スクーターもまあオートマチックのようなビッグスクーターへービッグスクーターバイク全然分からん

プジョルしか知らんブルージョアって何ジョアジョアなら知ってるよ。あ金持ちってこと、はあ、そういうことジョア高いしな。ジョア飲みたいなジョア。スペインはどっちかつでしょう。うーんえー、イングランド。ヤクルトジョア。そう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 ,そう。 ブルジョアジー。ええー、まぁ、あ、がやしってたことそうなのか。ブルジョアジーか。気が合うって。合うねまあでも、誕生日なんで、にやかさぽさん、当たりますよ、きっと。<laughs> バーサー全部いが言うことは当たります。ジュビロなら知ってる。<laughs> ジュビロ多分、ブルジョアは絶対違うやろ。お水き大好き。ありがとうございます。 あ,そそあのさ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 あの,さあの見てくださいね皆さん私のリールいいね押してくださいねなんでかっていうとあのリールがいっぱい回ればフォロワーが増えるんだってさっき教えてもらったリール結構フォロワー伸びやすいらしいよよけんかリール投稿する今度からいっぱい頑張ってみようリールでもリールってさやっぱさ いっぱい見たナイスー <laughs> ナイスーありがとうございます。で、なんかリール結構いいらしい。めっちゃ回りやすいとこ言ってたよ。聞いたの。リールトックだって。<laughs> ありがとうございます、大好きさんも。嬉しい。リールトックって、TikTok とさ、リールってもう似とるけんさ、どっちに動画出せばい,いっちゃろうみたいなとこあるけどね。どっちに出してもいっか ずれってれふっ頑張って出えねっていやー全然あの続くか続かんかまだ偉くない <laughs> まだ <laughs> まだ偉くないの <laughs> あのやっぱりでもねそう撮影があったりとか活動が増えるとそういうリールの投稿もしやすいじゃん何かしら素材が増えるからさだから今後増えたらいいなリール 本当にうしいィックトックもっともっとああいう感じの何からう,ち、ね、うちのりゅうさんうちの双子の相方のりゅさんが結構ィックトックうるさくて「みーちゃんのィックトック全然面白くない」とか言っちゃう。ね、ひどかろみーちゃんの全然面白くないとか言ってくるの。 たいバズりたい人はあんなあんなしょしょ,しょ,し,ょ,し,ょしょぼいティックトックださんとか言ってくるのひどいやろうひどいやろうおみずき顔じゃうらうらなんかバズらんけんもう諦めた方がいいそこ言ってきて <laughs> そうバズらんけん諦めた方がいい場合とか言ってきてどうしたらバズるかなとか言ったらまだこっち系の方がまだ。 まだいいよとか言ってそのデート系のねであ喋ればいいのかそうりゅうさんも喋ったりそういう系が伸びやすいと思うよとか言ってそのなんか可愛い,い歌歌に合わせて踊るのはもう時代が遅れてるとか言って <laughs> って言いながらね TikTok 見てないけんでりゅうさん最近全然 <laughs> ないよね本ほんと面白いなえお思うじゃんりゅうさんってね 面白い動画あげてじゃありさんもあげてみたらできるんかなとか思うじゃんえ本物の陰キャティックいやもう陰キャですからねうちの相方は TikTok ね見てないらしいよ最近もう消したとか言ってさ「消したんかい」「じゃあみーちゃん見れんやん」って言ったら「みーちゃんはあのおかんが送ってくるなんかネットで見れる」とか言っちゃった。 頑張ろうべ、藤島あげよう。えー、まあそういうことですよね多分いや。みんなと同じことしてても伸びんってことよね、きっとね。クター勝負そうね、そうですよね、多分きっと。トレンド的にはね。あ確かに、ストリートスンター,バーでもその波ももう終わっちゃったのかな。こんばんはつ、ルッツ。龍さん、めっちゃ面白くて。 みーちゃんと YouTube 同じ同じ日に YouTube を開設しても1年後にどっちが登録,登録者多いかで競ったら俺勝てる自信があるって言っちゃううわー怖いなこの人って思ったもん <laughs> なんかみーちゃんえじゃあそれお互い 「あのまあ、私は誰にも言わずにってこと?」っていって「いやみーちゃんはみんあのその今の使っとる SNS で発信してあのみ,みんなファンの方に登録してもらうのはありででも俺勝てる自信があるっていうさすごくない何の自信?」と思ってでもなんかちらっと。 こういう作戦でこういう作戦でこういうことをすればみたいなこと言っててうさんが「わ確かに伸びそうそれ私より」みたいな、うん、なんか需要ありそうやなその YouTube みたいな思ったけんねだけんねやっぱね頭いい人ってちょっと羨ましいなと <laughs> ね勝てると思うで私もね えー、リュウさんに負けんしとか思ったけど意外と負けちゃうなそれはって思ったうん私がやるおかげでいつも精神が安定するかはえっ、ー、マジでマジかそんなすごい力あったの私えー、もう安定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 です ゴミ付きああ違うゴミ付やってくるじゃん私やってくるとあの人の映画しか出てな,ないってこないでえー、そうなんよなんていうけそういうのなんとかかんとかって言うじゃんなんとかかんとかリースできてて嬉しかったーってそうこないだ撮影できたんですよあのえー、あれねあの動画私素材もらっもらったんですよあのいただいたんですよねオフショットをね。 だからさあのー、か加工されてんのかなあれめっちゃ私足細くなかった横から撮った動画あ加工とかある体の私あんな足細いとかもいながらさ自分で,でなんかちょっとさでも別の写真動画で見たらそんなことなかったからあれ加工されてんのかなそのたまたまあんな細く見えたのかななんか怖いぐらいさなんかつまようじみたいな動画あってびっくりした 体で加加工工されんの加工とかあるいやでもど,どうなんやろう私のカメラで撮ったわけじゃないけん分からんけどめっちゃ足細くてびっくりした <laughs> でも自分でこうパッと見たら実物の足あんな細くないっちゃけど横から撮るとちょっと細いけどね安定好きですプロテインチャンネルプロテイン そのアイデアいただいちゃえばえそう思うじゃんそう思うじゃん」でもねこれはね私には絶対できんわーって思った <laughs> この,こ,のこんなことはできんよ私にはっていうことができちゃうんだよなりゅうさんってでも本んなんか努力した人ってやっぱいいなと思いますかっこいいなってそういう自分で身につけたものとかをさみんなに発信できる かっこいいですね。でファンの登録で行行くとこまで行ったら止まるからええー、そうなんだ登録者数ね。読んだら泊まる人判定好きそうなんとか監督遅かお姿めっちゃで撮ったよね。書くのかな何やろうね。書こうかな何やろうめっちゃ細く見えたっちゃうけど。お顔もあ違うお声もお顔も。 笑った顔も。声も顔も。あれ、こんな歌ない?。声も。顔も。笑った顔も。全部、全部 <laughs>。え、これ何の歌?。声も。顔も。あ、違う <laughs>、顔じゃない?。え、なんだか、こういう歌あるよね、なんか。とととととと。 全部、全部、嫌いじゃないの。の。あ、ワリの巣、ワノの巣おの上です。よろしくお願いします。大和かっこかりさん。あ、ゆリさん、あ、ドライフラワーか。ドライ、全然。<laughs> え、ちょ、っとどん、なんか違うよね、この歌。え、全然違った。ドライフラワー。 ドライブ、うん、もう難しいわ。全部音程ちゃうよ。もうどんな歌。声も顔も。のうだいく、さが。歌詞どころか、歌詞どころか、歌どころか、歌詞も知らんかった。声も顔も、顔じゃないの、やっぱ絶対。たまには歌っていこう。はい。わかりました。 ではいきますもっと歌手みたいって <laughs> もっと全然全然全然せで歌手の説はあるかもしれんけど全然全然声も顔も不器用なとこも全部全部嫌いじゃないの <laughs> 下手すぎ下手ってか白いやったこの歌あっやばっ あうわちょっとあの出てこうんとかないとがありがとうございますミラーボールじゃあ歌います声も顔も <laughs> 不器用なとこも頑張ってくださいありがとうございます山田さん嬉しいななんか可愛いって言ってくれてるありがとう嬉しいです嫌いじゃないのドライフラワーみたいな 恋をあれこの先知らんかったこの先知らんかったわ「ドライフラワー見たい君との日々がきっとそっともっとずっと」みたいな違う色あせて色あせぬように面白い話なんか聞こんだけどねえ教えて教えて 褒めて、ね、コメントですね。コしか受けないでいいの？え？え？え？じ褒めてなかった。褒めてないコメントしたやろってことは絶対。こんばんは。こんばんは。お上瑞ずです。よろしくお願いします。そうそうアメリカサッカー見てる。え？アメリカまで行ったん？んえ？U.S.A. U.S.A. まで行ったん？ん瑞希大好き。ありがとうゆうすきちゃん。 木さんもありがとうございます。アルゼンチンだから。ええー、見に行ったぞ。USA まで。いいなぁ。USA オールド見てたシネマオールドやったっけコロンビア。ええー、すごい見に行ってるじゃん。めちゃくちゃいいじゃん。サッカーファン。サッカーファンあんまりのズバン 大好きありがとうございますスカイガサカー見てるのいや全然見らんちゃ。でこの間あれ見たよ。どこやったっけどこのしのファンの皆さんが見ようぜって言って見た。普通に歌えてるうまいるま手よりいち褒めてくれるやん毎回絶対そんなマクネの U S U S A U S A え何だっけ U S A

幼稚園の先生だそうよくわかったね歌歌ってるから楽しい毎日歌って楽しいよねそうだよ幼稚園の先生話してるそれ幼稚園そうだよそうだよどんな色が好き緑緑色が好きって歌ってますよ 一番先になくなるよ緑のクレヨン何で緑って歌んやろだから可愛いのかそうだよだから君が好きなのかみたいな歌あるよね冬昼の時間もあるあるあるお昼寝の時間もあるし丸ボールの時間もあるし疲れも音程をとれてるありがとう かわい,い歌だね、だって私幼稚園の先生になれる気がするよおもちゃのチャチャチャおもちゃのチャチャチャおもちゃおもちゃのチャチャチャえっおもちゃおもちゃやったっけやったっけ <laughs> 空にキラキラお星様、ま、私みんなの前でねお,お,あのお茶の子さいさいじゃなくておもちゃのチャチャチャ歌ったことあるあの小学校6年生の時に なんかなんか職業体験みたいないったんよー私おもちゃ2回違う気するよねお,みおもちゃのお迎え毎日お迎え行くわえー、なんで保育士のお迎えいらんやろ <laughs> 保育士のお迎えはいらんやろ <laughs> えっ、ー、ももちゃんお迎え来たよーって言って保育士の私も おめ先生お迎え来たよーって言われるの怖いって可愛いからおっきい <laughs> 子供が好きかが問題あ子供大好き私そう「ちゃちゃちゃおもちゃの」だっておもちゃあちゃちゃちゃおもちゃのちゃ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 そうであの職業体験に行ったったい私もねあの幼稚園に。 それでじゃあ今日はさ3日間行ったっさ3日間職業体験にそしたらんか1日目にさ突然さなんか体育館の上に体育館の上やったか前やったかなんか「じゃあ今日は尾上先生がおもちゃのチャチャチャを踊ってくれます」とか言われてめちゃくちゃあのー、即興で踊りましたね。 「空にキラキラお星様、ま」とか適当ですよ。適当なね振りでみんなが真似してくるからねちょっと気持ちよかったですよ。私は適当なふりをさ何十人もさちびっ子たちが真似して踊ってくれるのはね楽しいし楽しかったです。わあみんな踊ってくれてるってそう。 すやすや眠るころって言ってねおもちゃは箱を飛び出して楽しかったらあのちゃちゃちゃのちゃちゃちゃはでもその後になんか年長さん年上組のなんかメンズから追いかけ回されて「うん、お姉ちゃん足速そうじゃない?」みたいな言ってきて「<laughs> えっ速いぼい?」って言って「えっ勝負しようぜー!」 言われてうわ負けるわけないやろーって言って本気で走りました <laughs> ある意味ダンである意味その時はもう何も経験したことなかったけどねそうその時はま,まあまあでも勢いでいきましたね勢いで <laughs> 子供も寝かしすぎておみちゃん先寝よ子子ど子供,の寝, <laughs> 子供の寝かしすぎておみちゃん先寝 え子供より私が先に寝ていいってことでも幼稚園それ3日間で「先生たちも寝てください」とか言われて私たちも寝たんだよね普通にだからそのお昼寝の時間楽しみだったなでもね幼稚園の先生ってねめっちゃ大変やなと思ったもう寝らん子もおるしもう私のなんか 私の担当してた何人かは寝たから一緒に寝たけど私も,もう寝ない子もいるしさ逆にさ寝たかと思ったらすぐ泣き出して起きちゃう子もいるし超大変ですよね一人でもさちっちゃい子ってお世話したりさ育児って超大変じゃないですか幼稚園の先生ってすごいなすごいよね何十人も 私は3日間で大変すぎても私にはできないと思って思ったなかったうちに何の用がないのかなマジ私幼稚園だったけどお昼寝あったの低学年の時はあったあのちっちゃい時はあったけど確かに大きくなったらなくなったの尊敬しちゃうよねそうだよ連絡帳とか書いてた私もちょっと書いた気がするなんか そう大変だよねララパイセンはえー、ララ先生ララ先生がいいな私のそんな幼稚園行きたい幼稚園は今日今日んていうとそれ <laughs> なかったかお昼で俺のお世話ならいつでもしていい <laughs> 幼稚園幼稚園とさ保育園保育所って違うんだ先生も えー、そうなんだ私は出身は幼稚園でしたでも職場体験は保育園に行ったっけん全然違ったな確かにそう,いうあれで言われてたらずーっと朝から晩まで遊ぶみたいな感じだった保育所はだからすごいのびのびみんなしてていいな保育所は保育所でって思った幼稚園は幼稚園でなんかちょっと なんかこれはみんな揃って小学校私の小学校18人しかいなかったけど学年で、ね、18人みんな揃って言ってたけどやっぱ幼稚園幼稚園の出身の子と結構1年生小1の時は全然違ったよねみたいな分かりやすかったよねみたいな保育所と幼稚園組大体2つ。 合わさるんやけど幼稚園と保育所ね半,半分ずつぐらい半分もないか半分どころじゃないわ3人しかおらったわ幼稚園組。そう私と劉さんともう1人しかいなかった幼稚園組あ違うまた2人おったかそう全然違ったよねみたいな確かになんかめっちゃみんな元気だったの保育所の子たちは。 保育所たちの子はみんな元気やったしちゃんとなんか「はいはい」みたいなはきはきしてた保育所保育所保育園幼稚園組は結構なんかなんかねいい意味で上品 <laughs> 上品上品なんか制服とか着とったけんかそんななんか「わ」みたいな走り回るとかもなかったしさ休み時間とかもそんななかったし なんか「はいはいはい」みたいな感じもなかったんだよねだけちょっと控えめな感じだったのかな保育幼稚園組は保育園組はめちゃくちゃはつらつと元気でマジで元気が良かった楽しそう楽しそうやったのは幼少保育所の一日だってずっと遊べるんだよ幼稚園はなんか時間割があったから私は幼稚園。 そうだけね時間割とかあって自由時間とかなかった気がするそんな保育所はずっと自由時間だから友達同士の仲がねめっちゃくちゃ良くて幼稚園そんな私幼稚園で今でも仲いいってあんまりいないんだよねそうでも保育所出身の子たちは保育園の時からみんな,なんかもう絆がすごいって感じ イメージね私のそうです保育園組はたくましいイメージえそうかもそうかもみんな突然あのお外で裸足で走り回ったりしちゃったけびっくりした <laughs> そうなんよいや違うあ,いいあえ <laughs> そうなの一緒保育教諭先生大体あえでるぞそうなのじゃ 上がっがたでにて,きてそうそうそう結構ね分かりやすかったよねって言ってて、まあ、でもうちらは幼稚園組が圧倒的に少なかったけんちょっとマジ最初はなんかおとなしかっただけ説もあるけどね図太 <laughs> い、えー、まあでも図太い図太いっていうかまあわかるかもちょっとなんかみんな。 ちゃんとしてるちゃんとしてる <laughs> ちゃんとなんかちゃんとしてる自分でなんかできるはいとかそう自立してる感じはちょっとしたな積極性があるいつか仲良くしてくださいで <laughs> な,なんだそれみずきかわいいありがとうございます世界一かわいいおみずきです。 そうね幼稚園はマジでずっと絵描くか絵画のの時間があったの絵画か字を描くか絵を描くか物を作るか英語,を英語の時間もあったなイングリッシュもあったしあと私は私が通ってる幼稚園はあれもありましたあのお,お茶作法みたいなお茶会もあってこう正,正座してこうお茶を。 ゆっくり飲むみたいな <laughs>。そう、お茶をこう回して。飲むとかもあったの。もあったの、後。なんか、なんて言った、ああいうのって、なんやろうね。なん、なんやろまあ、とりあえず、なんか。お茶会です。<laughs> お茶会 <laughs>。お茶会じゃないな。なんか、作法みたいな。やってたの、幼稚園の、幼稚園児のくせに <laughs>。いいね、幼稚園児のくせに。 本当んおませさだなそうどっちもいいよねどっちの良さもありますよねからああそういうことねああそうか親から離れた時間が長いけん自立するのかそうなのよ幼稚園はみんなもうお昼ご飯食べたら結構みんなバイバイだった幼稚園はま,またもっ幼稚園の子はって親 世界一可愛いありがとうござい。ますえ世界一あ、それ定期見じゃないわ。<laughs> すごいよね。なんかあったよね、お茶会。お茶がりサッカーがりできればなお茶会なかったんだ。えー、マジめちゃくちゃスパルタやん。めっちゃスパルタやんか。怖っ。<laughs> ハイソ。ハイソって言うと。こんばんは。あら、そろそろティータイムですわ、みずきさん。 ティータイムテてーお茶会お茶会行くのデビロさんありがとうアイスクリームありがとうございますそんな感じでした私の幼稚園はあとはなんか百人一首もしてたな百人一首とかしてたねあとは、えっと、何してたかな私は洋あの のにお遊戯会でドレスを着ましたドレスを着て踊ってたあとあとな,なんかな結構踊ってたけどないろいろダンスは頑張ってたよあの張り切ってドレスなんか幼稚園児が着るドレスにしてはめちゃくちゃ上,上等だった。 あの本当になんかウエディングドレス系のなんかいや違う違う手作りドレスとかじゃないっちゃん本当にあの衣装なんだけどめちゃくちゃ豪華なドレスを着てたロングのロングの超なんかねかわ,いくかわいかったなウェディングドレスみたいな白のみんな全員真っ白のドレスなの。 おお洋服ね衣装しっかりしてましたよトマト食べるまで外で遊べなかっためっちゃスパルタやな逆上がりにしてよトマト食べてよっていうかトマトぐらい <laughs> 食べてくださいそうちゃんとした衣装で踊ってましたよ幼稚園楽しかった記憶あるかなそう、ね、確かにあるよちっちゃい時の動画なんか踊ってたの家にあるな 池にはまった <laughs> 危な危ないや怒られた違う服着て書いてるいやでも池にはまったら服は買えんとね初婚初婚ですか初婚初婚ってな <laughs> 結婚したんってこと なんそれ知らんブラボー。長友選手。しかし知らん <laughs> ?IQ テスト、ね、えー、?IQ テストなんでそんなスパルタなん幼稚園、お受験したん私は未婚です <laughs>。え、お受験し,てんしたんそんなレベルやん。私、幼稚園お受験してないですよ。普通の幼稚園。幼稚園からお受験した人いるこの中に。 いるいないお受験してないって幼稚園のお受験した人おったら教えてください受験というか面接はなかったえ面接いやないね多分ない普通になんかない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 えやったのお受験してるんじゃんこんばんは 幼稚園からお受験ぐらいて慶応ぐらいなんだじゃあドラマの人たちはみんな慶応で慶応っていう設定なんかなドラマでさ中学中小,小学校小学校幼稚園あ小学校お受験かドラマでやってるのはそうか小学校を受験した人はいる結構いるか 家のトネが幼稚園だったってえ毎日かわいいちびっこ見れていいなそれこんばんは私もねあのー、幼稚園の時にねでもお受験っていうかオーディションを受けに行ったことがあってそうそれでお母さんと一緒にずっと練習してたこんにちはじめましてこんにちは長崎県

一応も試験してくださる、高校を卒業して。えー、すごう、天才やん、試験せずに高校を卒業したって。じゃ優秀やったんやろうな。こ、うん、んばんは。ええー、幼稚園ころ。学習院。ふえ、覚えちゃうと言って、そう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 、それそれそれ、しっくりせそう、自分の自己紹介だけね、セリフっていうか。 私ちっちゃい時からハキハキ喋るんだよねほんとみんなの前いつも普段家では「何なん,なんやけど」とか「友達が」とか言うくせに人前に出たら「はいはい」みたいな「はい私が何なん,なんです」とか言っちゃうん、ちっちゃい時ねからほんとハキハキ喋っちゃうんですよ。そんなに重症なんい,い適当です今の <laughs> 今のは適当うちは真剣に丸ごみにな 米味噌のオーディションを受けさせるか何ったマルコメんそれ丸米味噌って。<laughs> え、なんかマルコメ知らんけどなんかもう面白いっちゃけど <laughs>。面白。マルコメって何マルコメがちょっとつもないやけど。なんだそれ。今人前、ま。え、これ人前なん私の独り言がなんかせ世界にばらまかれおるんじゃない。人前か。で YouTube で。 カバンを見ています <laughs> バッファローとねバッファローと受かったらみそ1年分もらえるとかなんとか最高やんお母さんからしたら1年分の味噌なんで受からんかったっさあピソさんバッ,ファローてバッファローはねなんかあの群れがいいんだよなあの群れがいいんですよ群れてなんぼですかねバッファ 昨日さ昨日じゃない一昨日か竜さんと会ったんやけど竜さんさなんか熊の YouTube で熊見てたいやー双子やなーと思いながら <laughs> ふと竜さんの竜さんを見たらなんかひヒグマがヒっヒグマヒグマやったっけ何やったっけヒグマ そうとか言ってて「うわ湯見てますやん動物!」と思って双子でした常に坊主にさせるからとらえいいじゃん坊主嫌なん坊主双子ですね双子だったわやっぱしはああしそう 特に何もないけんいっぱいゆっくり喋れるなと思ったけども1時間以上喋ってたわ私の本当私の独り言というか雑談をありがとうございます毎度毎度またまた筋肉もりもりになってたえー、なんで筋トレしよる私も筋トレせんとなうわここに美味しそうなクッキーを見つけた食べよっかな食べよっかな 食べよっかな。おやすみちゃんです。あくびすらかわい,いえ。聞こえとった。私のあくびね。クッキー見つけたんやけど、これ？私のお母さんが作ってくれた？クッキーご年聞いてね。<laughs> もう今更って感じ。今らかよって感じですよね。おじちゃんのおめおみちゃんのおしゃべりがエネルギー。もう嬉しい。そんな言ってくれるとエネルギー源かー。 嬉しいな <laughs> そうだよ、うちのおかんの手作りクッキーがいっぱいありますなんかさえなんかね聞いてくれん最近ねなんかねあの最近パックつくパック使ったじゃんパックパック顔につけるパックねなんかいつのかわからん超昔のパックをね顔面につけたんですね はい、それでねあのー、あのー、何の話やったっけそうそうそうヘアパックヘアパックじゃないフェイスパックね顔にパックをするじゃんいつのかわからんやパックを使ったので肌荒れは全くしなかったのにその時にこう唇もねいつも保湿するんやけど唇が荒れちゃったのなんてことなんてことです。荒れててはないんだけどずっとヒリヒリリしてて めっちゃヒリヒリするこれと思ってすぐ剥がしたんやけどでも,も肌は何ともなくてでも唇だけヒリヒリしててそれから2日ぐらい経ってもまだヒリヒリしてるの <laughs> 唇に合わなかったみたいあのパックなんでやろうね肌割れせずに唇だけさあれ,あれだっていうかヒリヒリするの。 あ薄いんだ唇の皮ってへえおいの活力新エネルギーオミパワーパワーややりました水木オミパワーそう皮膚にはあったけどねえびっくりでもよかった顔がさ荒れんで顔がもう肌荒れした日にはもう最悪ですよ 元気モリモリご飯パワーえー、そうなんだ皮厚いんだってもう別にあれではないんだけどね見た目は分からんという唇もけど普通になんかチクチクチクヒリヒリしてる大変だー大変だーやばいまたあくべが あくびしちゃったあくびしたけもう寝るみなさんもう寝ましょうか明日も祝日の人多いかなキスせんとバレんやつねあくフフ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 フうフフ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  いっぱい寝よう今日は休みだおめでとうドクさんありがとうアイスじゃ読みますよランキングを発表します第十三位中心さんありがとうございます第十二位エビ様さんありがとうございます第十一位イケイちゃんありがとうございます第十位 ザーカリンさんありがとうございます。第９位にわかさぶさんありがとうございます。第８位まゆゆかみおしさありがとうございます。第７位セタンカさんありがとうございます。第６位ふみさんありがとうございます。第５位ブリンタさんありがとうございます。 第十位。第四位。いとしさん、ありがとうございます。第四位。<laughs> 第三位。おぴそさん、ありがとうございます。第二位は、だいすけさん、ありがとうございます。第一位は。あ。あ。り。うん、さんありがとうございまーす。ありがとう、ありさーん。

忙しくしておりまして。えっとペチペチすな。よくわかるね。物音でお疲れ様です。ありがとう。ありがとう。ありさん1。ありがとうございます。ゆっくり休んでね。そうや。にわかサポさんにあのお誕生日おめでとう。言わんとねれんわ。じゃあちょっと早いけどいい？15分フライングゲットしていい？いいんじゃん？じゃあ歌っていい？みんな。 お祝いしてくださいにわかさ,ぼさんを <laughs> いいよ来週で <laughs> そんな <laughs> じゃあ分かった顔出した時にお歌を歌うねじゃあ今日はとりあえず「フライングゲット」のお誕生日おめでとうイエーイおめでとう素敵な一年にしてください21 <laughs> 年。 楽しんでくださいね。おやすみ、大事です。大切に、ありがとうございます。お水が一応ね、やっとぜいただきました。私。一番。取っちゃいました。フラインがおめでとう。ハッピーバー。ありがとう。大好き。イエーイ。おめでとうございます。どんぐりころころどんぶりこ。どんぶりころ。<laughs> 何の歌だ。おせであろ はい、オフサイドオオフフササイイドドししちゃいました。オフサイドディレイ。ってことでまた来週ね。では皆さん本日もありがとうございました明日も楽しんでくださいでは失礼します。おやすみ